ミュージックヒットパレード。皆さんこんばんは。本日も始まりましたミュージックヒットパレード。MC を務めますフォロミーのミカトです。エリナです。アサミです。チナツです。私たち K-POP 系アイドルグループフォロミーです。よろしくお願いします。ミュージックヒットパレードは旬なアーティストやこれからブレイクするネクストアーティストが出演し、トークやステージを披露しちゃう音楽番組です。そして毎回視聴者の皆様には番組からプレゼントがあります。出演されたゲストアーティストのチェキを視聴者の方にプレゼントしちゃいます。応募方法など詳しいことは番組の最後にお知らせしますので、番組を最後までお見逃しなく。お見逃しなくです。それでは早速本日のゲストさんご紹介したいと思います。バクステ外神田一丁目さんです。どうぞ。改めまして、本日のゲストはバクステ外神田一丁目さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者の方でね、まだあまり知らないなって方もいらっしゃると思いますので、まずは簡単に自己紹介とグループのコンセプトをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、私たちバクステ外神田一丁目です。小島真奈です。佐々木風花です。瀬戸山さくらです。千瀬さらです。平松いのりです。みさとあかねです。はい、私たちは普段東京秋葉原にあるアイドル育成エンターテインメントカフェ秋葉原バックステージバスで所属しているキャストで構成されたアイドルグループとなっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、バックステージ外神田一丁目さんにはアンケートに事前に回答いただいているので、いろいろと質問しちゃいたいと思います。はい、ということでまず最初ですね、平松いのりさんにお伺いしたいことがございます。はい、最近ハマっていることがですね、いろんなカフェのキャロットケーキを食べに行くことってことなんですけど、キャロットケーキってあんまカフェで見ないなと思って。なかなかない。なんかどこにどこがおすすめとかってありますか。結構いろんなカフェに行くようにしてて、チーズケーキとかプリンとかも好きなんですけど、なんかキャロットケーキって大きさとかも違ったりとか、スパイスの感じが違ったりとか、スパイスっていうのがすごいあって、ずっしりしてるのとか、もっちりしてるのとかが、そう、もっちりなんですよ。結構食べ比べするのが楽しいんですけど、ちょっとお店はなんかいろいろインスタに載せてるので、見てくれたら嬉しいです。あの、いろいろ概要欄の方に、あの、リンクの方、いろいろ貼ってあるので、皆さんぜひそちらの方ご覧ください。お願いします。私もいます。行きます。そして将来の夢が、お姫様になることです。お城に住みたいですってことで、素晴らしい、素晴らしいです。お城は、なんかどういうお城がいいとか、この場所、この国がいいとかって、明確なものってあるんですか？なんか童話とかが好きなんですけど、それに憧れて雲の上のお城に住みたいです。おー、かわいい。まさかも国じゃなかったって言ったね。結構建てるの大変そうだな。まず土台がね、費用がかかりそうだ。現地タッチだよ。やめてよ。やめてよ。現実は、あの、現実的に計画してます。素晴らしい。メンバーさんが、え、マジで聞いたことない、そんな。え、でもインスタに書いてるお姫様。え、すげえ。まさかのメンバーも知らなかった。インスタ見ます。見ます。見てください。概要欄の方に貼ってあるので皆さんぜひご覧ください。見てください。そして、みさとあかねさん。はい。メンバーに秘密にしていること、こちらがですね、バイトを1日でクビになったことがある。1日でクビになることってあるのか
なと思って。何したらそうなる、何したらそうなるんだろうって。でもこれ高校生の時なんですけど、ファーストフード店の面接に合格しまして、うん、まあ、面接時に対応してくださった店長さん、女性の方だったんですけど、まあその時からちょっと感じ悪い人だなぁと思って。なるほど。はい、でも採用していただけたんで、高校がちょっとその場所から遠くて、で、委員会か何かで遅刻する連絡を別の、バイトの方、電話取ってくださった方に伝えて、わかりましたって言ってもらったんですけど、行ったら、その店長さんが電話をしてたので、邪魔しちゃいけないと思って、静かに、おはようございますって、こそこそって言って、裏の控室みたいなところに行って、電話を終えた店長さんが戻ってきて、もうなんか、初日から挨拶もできない人は取れないって、なんか謎に切れ出して、遅刻する連絡もしてたのに、切れられたので、あ、じゃあやめますって言って。でもそのまま帰りました。かっこいい、かっこいい。いや、かっこいいって言ってたんだけど。もう帰りました、すぐ、何もしなかったです、だから。あ、もう働かず、働かずにもう行って、そう言われたので、あ、帰りまーすって言って、そうですね。一緒に帰ってた友達にすぐ電話して、クビになったから一緒に遊ぶ。って言って、呼び戻して一緒に遊びました、これで。ですね、初バイトがもうそれでした。え、初バイト、初バイトでそれ、初バイトで辞めました。いや、運悪すぎません。このチェーンは好きじゃない。もう二度と行かないかなみたいな。そっから行けないです。味は美味しいんですけどね。そうそうですね、モスバーガー。ダメだったらカットしてください。よろしくお願いします。面白かったカットしないかもしれないけど。大丈夫です、全然。ありがとうございます。はい、そして、小島愛菜さん。はい。最近ハマってることにですね、セルフネイルというお答えをいただきました。はい。ちなみに今日は、あ、これも自分でやりました。すごい。なんか、ポイントとかってあります？ポイントですかね。こういう、ゴテゴテネイルがしたかったんですけど、うん、行くと、お店に行くとすごいお高いじゃないですか。高いですよね。でもやりたいし、でも私、秋っぽいので、すぐ撮りたくなっちゃうから、うん、どうしようって考えて、自分でやることにしたんですけど、こういう大きいパーツをつけることが今、自分的にポイントです。かわいい。リボンと、リボンとハート。かわいい。一握りで終わっちゃうから私も塗って終わり。すごい、すごい。なんかこう自分の中でこだわりとかってあります？ネイルですか？ネイルの、なるべく濃い色をつけて、なんか塗ってるって感じがいいんですよ。あ、今日も赤ですもんね。はい、赤いネイルが一番好きです。あ、なるほど。赤いネイルの種類いっぱい持ってるみたいな。持ってます。じゃあ自分のお気に入りのネイルとかも、その赤の中でもある感じですか？うん、この赤。この赤、この赤。皆さんには画面のね、ところに画像が出てると思うので、はい、ぜひご確認いただきお願いします。ちなみにどっかに載ってたりはしない？あんまり、そんなに、プロじゃなくて、上手じゃないので載せてないんですけど、写真には写り込んでると思います。じゃあもう、カフェに行っていただければ。はい。見てください。なんていう感じですね。はい、じゃあぜひ皆さん行ってみてください。お願いします。そして瀬戸山さくらさん。はい。アーティストになったきっかけが、事務所の大先輩萌野あずきさんの大食いイベントを見に行ったことってことなんですけど。そうなんです。なんかショッピングモールでなんかゲームしてたんですけど、家族が萌野あずきさんの大食いイベント見に行くって言ってて、あ、じゃあ私もなんか食べるの好きだし見に行ってみようって思って見に行ったら、そこでその萌野あずきさんと爆して外神田一丁目のメンバーさんが2人くらいでなんかライブをやって、その後に大食いイベント、大食いをしてるみたいなのがあったんですけど、それを見に行って、そこでなんかここのアイドルグループのティッシュ配りをしてて、それをいただいて、あ、こんなグループあるんだってなって応募しました、オーディションに。もともとアイドルを志してたんですけど、なんかあんま自分に自信がなくて、なんかそのね、結構ここまで来てしまったみたいな感じで。今では自分に自信が持てるように。まあそうですね。いや、すごい、まあまあまあ私もみたいな。そう、でもこのなんかメンバーさんとかとすごいいろいろお話とかしたり、ライブ一緒にするようになって、うん、すごい自分が人に見られてる仕事をちゃんとなんかできてるなっていうか、自分で思います。なんか
じゃあもう、はい、萌えのあずきさんにはもう大感謝みたいな。大感謝ですね。多分、そのイベントに行かなかったら私今ここにいないので。めっちゃ素敵な話だった。聞いてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、一ノ瀬サラさん、はい。好きな食べ物が辛い食べ物とイチゴ、最近ハマっていることが韓国ドラマということで、はい、まあ、私たち K-POP 系アイドルグループということなので、うん、まあ、ちょっとこれは好きな韓国の K-POP のアイドルとかお聞きできたらなーなんて韓国の匂いをちょっと漂ってたので、ただ漂ったんでちょっと聞いてみたいななんて思うんですけど、あんま K-POP アイドルはアイドルは好きなんですけど、なんか幅広くって感じなので、幅広く、アイズワンさんとか、あー、好き好き好き、はい、じゃあ結構カラオケとかでも、あ、でも難しくて韓国の歌だから見る専門ですね、 YouTube とかで、ね、そうですね、チッケムとか見て、チッケムって言葉が出てきたことにちょっと私はふってなっちゃった、はい、私たちあのパフォーマンスで韓国語で歌ったりもしてて、そうだからカラオケで歌うの難しいがめっちゃわかるよ、ね、あの表示されればされるほどわかんなくなる耳コピならね、なんとかなるかもしれないけど、ちょっと表示されるとなんだろうこれみたいな感じになりますよね、はい、ちなみに好きな韓国の食べ物とかってあります？韓国の食べ物、うーん、トッポギとか、あー美味しいですよね、ちょ甘辛くて、甘辛くて、ヤンニョムチキンとかも、もう最高です最高です。そして佐々木風花さん、はい、特技は牛丼の早食いってことなんで、これはもうちょっと、はい、ベストタイム、はい、聞いちゃおうかななんて思うわけなんですけど、はい、いいですか、はい、私のベストタイムは59秒です。で、なんですけど、あの、一度番組で披露する機会があって、牛丼の早食いをしたことがあるんですけど、その時に、あの、ちょっと緊張してしまって、3分28秒だったんですよ。あ、だいぶ !59 って最後早いんだけどね、それでも早い、私食べるのに10分かかるんで並盛りで、はい、30分ぐらいかかる、ね、ゆっくり食べそう、それはもう物だから、でもベストで1分切ってるってことですよね、はい、1分切ってるので、ぜひいつかあのこの番組でやらせてください。牛丼買ってこなきゃ、買ってくればよかった牛丼今日用意すればよかった、やってもらいたかったな。え、ちなみにそれはプライベートでやってるってことですか、牛丼の配布を。そうですね、あの、アイドルになったのがちょうど1年前くらいで、特技をプロフィールに書かなきゃいけないってなって特技がなかったので無理やり探した結果牛丼の早食いになったんですけど、それでずっとお家で練習してて、なかなか特技探して牛丼の早食いにたどり着くよね確かに確かになのでよくあのお家で練習する際に出前とか取ったりして何回も練習したりしてました。あの、ぜひあの私は、俺は勝てるよって方もうぜひお待ちしております。お待ちしてたんで、ぜひあの遊びに行ってみてください、はい、お願いします。行ってないですかね、今日挑んでメニューにちょっと追加していただいて、メニューに追加できる日を楽しみにしてますさあ、それではですね、はい、ここで本日のゲスト、バクステ外神田一丁目さんに曲を披露していただきたいと思います。本日披露していただける曲は何でしょうか。本日披露する曲は教えてムーンライトという楽曲でして、あの恋する女の子のコンセプトの楽曲なんですけど、どこか切ないようなでも可愛いようなそんな楽曲になっているので、ぜひ皆さん見てください。もうじゃあ注目ポイントとかってあります？はい、あの振り付けの時に一番最後にこうみんなでハートを作る振り付けがありまして、あのファンの方と一緒に片方ずつ出していただいた、あのこうやってみんなでハートを作れる振り付けがあるので、よかったらそこも注目してくださいこんな感じで絶対ここでやった方がよかったよねぜひ皆さん、あの画面の向こうでね、片方だけこうやってやって、はい、はい、ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。それでは聞いていただきましょう。パクステ外神田一丁目さんで教えてムーンライトです。どうぞ。同じことがあってさ、大したこと
さんで教えてムーンライトでした。ありがとうございます。はいはいはい、ね、ごめん皆さん、画面の向こうでできましたか？できたかな？あのぜひね、あの実際に足を運んで一緒にやってみてください。スタッフさんもやってくれて。さあ、ここで番組からプレゼントのお知らせがございます。本日のゲスト、バックステイ外神田一丁目さんのチェキを、なんと視聴者の方にプレゼントしちゃいます。イエーイ。応募方法は、ブルーミュージックエンターテインメントのツイッターから、番組終了後、プレゼント応募のツイートがされますので、ツイッターをフォローの上、リプライで、欲しいとか、ちょうだいとか、何でも OK です。リプをすれば応募完了です。ツイッターアカウントは、こちら！アットマークブルーミュージック COJP、 アットマークブルーミュージック COJP です。ツイッターをフォローしてないと当たってももらえないので、忘れないうちにフォローしておいてね。プレゼント当選者の抽選は次回のミュージックヒットパレードで行います。次回のミュージックヒットパレード見逃さないように、チャンネル登録を今しておいてくださいね。よろしくお願いします。たくさんのご応募お待ちしております。待ってます。待ってます。さあ、それでは皆様お待ちかね、前回ゲストエストリンクさんのチェキのプレゼントのね、抽選を行いたいと思います。今からバックステ外神田一丁目さんに好きな数字を一つ言っていただきます。で、ツイッターのね、リプで応募してるので、そのリプの上から数えて、その番号に該当した方が当選者となります。ということで、そしたら番号一つもらってもいいですか？最大何くらい？あ、もうスタッフさんが数えれるぐらい。なんか100とかまでいかなかったら、何十ぐらいなら多分大丈夫。100とかだともう、じゃあ、決まったら、決まりましたって言ってきたら、ダラダラダラ。会議します。どうしよう。相談タイム。好きな、決まりました。はい、決まりました。じゃあ、ドラムロールいきたいと思います。はい、よかった。ドゥルル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 ですね、後ほどスタッフからツイッターの DM に当選の案内を送らせていただきますので、当選の案内来るのを楽しみに待っていてくださいね。楽しみに。楽しみ。さあ、ということで、まあ、最後告知などございましたらお願いいたします。はい、はい、私たちバクステ外神田一丁目は活動10年を記念して13枚目のニューシングル教えてムーンライトを6月21日に発売することになりました。イエーイ。はい、そして現在ミュージックビデオも公開中です。現在リリースイベントも開催しています。バックステと検索して、13枚目シングルの、特設サイトをご覧ください。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。バックステ外神田一丁目さんの情報はですね、概要欄の方に URL も貼ってありますので、ぜひ皆さんそちらの方もご確認ください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、私たちフォロミーからも告知がございます。今皆さんが見ていただいているミュージックヒットパレードは、土曜日の22時から絶賛オンエア中です。こちらぜひね、見逃さないようにチャンネル登録をしておいてください。もう今、さっきしてくれてない人はもう今してください。よろしくお願いします。ぜ
ね、来週以降もご覧ください。さあ、ということで本日いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけましたか？はい、はい、いろんなね、お話できてすごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ遊びにいらしてください。お待ちしてます。次は牛丼ご用意してください。挑戦させてください。ぜひあのタイマーと牛丼もご用意してお待ちしております。ありがとうございます。ぜひ遊びに行かせてください。お待ちしております。最後に私たちホロミーのステージをご覧いただきながらお別れしたいと思います。次回のゲストはシュッ、お楽しみに。それではまた次回のミュージックヒットパレードでお会いしましょう。次回も見てね。バイバーイ。僕複雑な世界ちょっと抜け出すわ。